テールズ・オブ・シリーズ、テールズ・オブ・ベスペリア、テールズ・オブ・ベスペリアは2008年8月7日にバンダイナム・コ・ゲームスから発売された x b o x 3 6十四 RPG。テールズ・オブ・シリーズの一つ、交渉ジャンル名は正義を貫き通す RPG。2009年9月17日には追加要素を含んだプレイステーション三3版が発売され、同年10月3日には、 シリーズ初の劇場用アニメテイルズ・オブ・ベスペリアザ・ガースト・ストライクが公開された。HD リマスター版のテイルズ・オブ・ベスペリアリマスターがプレイステーション四、Xbox One、Microsoft Windows、Nintendo s w 向けに2019年1月11日に発売された。ゲーム内容は p s 三版に準拠。そのため以下での p s 三版という表現は あくまで XBOX 版と比較したものであり、リマスター版での内容も原則含むものとする。古代の技術で生み出された魔導機の恩恵を受ける世界テイルカリウミレース。人々は魔導機の力によって街に結界を張り、魔物に脅かされることのない平和な日々を送っている。テイト、ザーフィアスに住む青年有利は騎士を辞め、それ以来、用心棒まがいのことをして暮らしていた。 下町の水道窓漏器から、魔覚を抜いた泥棒モルディを追うことになるが、今までの無茶がたたって牢屋に投獄されてしまう。当然のように脱獄した、彼は、城内で騎士に追われる少女、エステリーゼと出会う。エステリーゼは、会わなければならない人がいると訴え、ユーリの親友、フレンの名前を出す。ユーリは、魔覚泥棒を追うため、そしてエステリーゼをフレンに会わせるため、 慌ただしくも共に帝都から旅立つのであった。激闘の末、魔覚を取り返した有利だったが、突如現れた人号を喋る謎の魔物がエステルの命を奪おうとする。騎士団とギルドの助けを借りて難を逃れたものの、彼女は自分に向けられた世界の毒という言葉に戸惑う。世界の毒とは満月のことは何なのか。真実を知るべくエステルは、 有利な信仰ギルドリンリンの明城に護衛を依頼し、謎の魔物を追って旅を続けることを決める。そこで彼らは帝国の陰謀そして世界の危機を知ることになる。ついに蘇る太古の最悪、聖ハミ一方ではデュークが星ハミを迎え撃つべく、古代文明が残した都市兵器タルカロンを浮上させる。ギルドリンリンの明城とデューク。 お互いが世界を救うことを望みながら、譲れぬ正義を持つためにぶつかり合う、最終決戦の幕が上がる。キャラクターに特殊効果を付与するシステム。メイン武器、サブ装備についているもので、防具やアクセサリーには存在しない。エボルドフレックスレンジリニアモーションバトルシステム。テールズ・オブ・ジアビスの FRLMBS を。 正当進化させた戦闘システムで 3D バトルフィールドを縦横に駆け回るフリーランに加え多種多ようなシステムが追加されている。戦闘で得た素材などを掛け合わせ強化武器や特殊アイテムを作成するシステム。合成でしか入手できないアイテムも存在する。合成はアイテムショップで行う。シナリオを進めると合成できるアイテムの種類が増える。 古代ゲライオス文明の時代にクリティア族が生み出したとされる遺産。大気中のエアルを吸収して様々な魔術を発動する装置で社会の維持に欠かせないインフラとして活用されている。その構造は各種術式を刻まれた魔覚と出力を調整する筐体に大別される。劇中の時代では製造技術が失われた貴重品であるため帝国が 独占的に管理を取り仕切り、その指揮下で、以降の門が発掘を行っている。貴族外とした町では普及している。魔導器の質や数に、大きな格差があり、帝国社会のありさまが、如実に反映されている。ギルドが取り仕切る区域では管理はやや緩いようで、特に地位の高くないカロルが、竹製魔導器を所持しているほか、魔導器の恩恵によって、ダングレストの生活水準は、 テ都トの一般市民より高いとする証言もある。小説によると、いろいろな魔導器を集めた禅宗も存在するらしい。千年ほど前に滅びた文明。魔導器の発展で現在より、はるかに繁栄していたが、エアールの乱れによる、星ァミの降臨によって文明は滅び、生活水準は魔導器を捨てての位置からの始まりになった。倫理の明星カロルが有利と共に結成したギルド。 義を持ってことをなせ、不義には罰を、一人は、ギルドのために、ギルドは一人のために、を信条とする。カロルは、勇気凛々胸いっぱい団と命名するモエステルが、抗議し、空に輝く一番星、凛々の明星から取った。他のギルドと異なり起き手らしい起き手はなく、信条も、活動理念といった方が正しい。メンバーは狩猟であるカロル、ユーリ、ラピード、ジュディス。 小説、銀の明星では、ニックという人物も加入する。メンバーは、個々が独自の目的を持って旅をしているが、有事には団結し強い結束を見せる。皇族評議会騎士団ギルドは、基本的に個々に活動しているが、ギルド界をまとめる五大ギルド、天をいるや、幸福の史上、紅の絆傭兵団、遺構の門。 魂の鉄椎を中心としたユニオンというギルドの連合組合があり、ダングレストに本拠を構える。かつてダングレストが騎士団に制圧された時、ドンが唱えたユニオン制約をもとに団結し、ダングレストの奪還を成功させたのがユニオンの発端となった。すべてのギルドがユニオンに加盟しているわけではないが、ユニオンの意向を無視できるギルドはないことからも、 その影響力が絶大なものであることが伺える。なお、四大精霊は PS3 版ではエステルの追加表記、アルティメット・エレメンツの演出に登場している。戦うことはできるらしい。2009年9月17日に新要素が追加された移植版がプレイステーション3で発売された。シナリオでは音声がフルボイス化され新たなパーティーキャラクターとして パティフルールが登場し、XBOX360 版では一時的にパーティーに加入していたフレンの加入時期の増加、延長及び正式加入が行われた。また、2012年8月2日に廉価版が販売された。2019年1月11日に発売。企画は本作と同じスタッフによるテールズ・オブ・ジアビス開発終盤からスタートした。当時は、 プレイステーション2で発売するものと制作プロデューサー、樋口義人は考えていたが、上司の、それではシリーズが終わってしまう、という声から次世代域での発売が決定した。プロジェクトが本格化したのは2006年5月頃で、藤島康介へのキャラクターデザインの発注もその頃に行われた。本作では、新たな試みとして、従来では日本での発売の後追いで作業していた。 海外向けのローカライズが並行して行われた。XBOX360 での発売だから、海外でのヒットなくして、成功はないという考えからのもので、そのおかげで、あらかじめ海外を意識した開発が行えたという。XBOX360 版には、予約特典 DVD、テ s ルズチャンネル DVD、ベスペリアチャンネル編隊が付属した。アドベンチャードラマラビードと冒険する。 未来研究所エステルを探して、スーパープレイ集、イラストギャラリー、PV が収録されている。Xbox 360版は、発売2週間で12万本を売り上げ、Xbox 360用ソフト歴代ランキング2位となった。PS3 版の国内累計出荷は35万本を突破し、Xbox 360版を上回った。 ダウンロードコンテンツについては、ネット上で、レベルが、お金で買えるなどと話題になり、賛否両論の反応があった。プロデューサーゴーダツトムは腹を立てているのは、外野という印象を受けたこと、実際には買わなくても苦労しないバランスとなっており、ユーザーも、好意的だったということを述べ、両者の温度差に困惑する様子を見せた。具体的な売り上げは伏せられたが、決して無視できない数字であるという。 2021年3月に YouTube 公式チャンネルにおいて Tales of シリーズのワールドワイドでの販売本数公開を行っている。この際にリマスターのみで全世界100万本、全バージョンを含めた累計では237万本に達していたことが発表されており、ベスペリアは Tales of シリーズにおいて2位の実績となった。2009年10月3日より、 池袋シネマサンシャイン他全国34スクリーンで上映された。こちらではタイトルのロゴマークが騎士団の紋章になっている。本作を制作したプロダクション IG はテイルズオブシリーズのアニメパートを多く手掛けてきたがメディアミックスとしてアニメ制作に関わったのは本作が初である。本編中の回想シーンはテイルズオブシンフォニア以降の藤島康介デザインの 作品の ED の作画を手掛けるヤギ沼和義が担当している。主題歌はゲームと同じくボニー・ピンクの鐘を鳴らして。ゲームの数年前、ユーリが騎士団に行った頃のストーリーを描いた作品。パーティキャラクターのうち、ジュディスとパーティは登場せず、カロルは一瞬だけ登場。ゲーム本編とは矛盾する描写があるが、これについては映画作品として成立させるため。 わざとやったパラレルワールドという回答がなされている。ED には映画のストーリーの後にゲーム本編が続くという意味合いからゲームの OP が使用されており、その後には作中の BGM を流し黒バックにスタッフロールを流すという洋画等に見られるオーソドックスな形式が用いられた。本作の舞台であるシゾンタニアのモデルとなったのはスペインのクエンカである。このか。 一人者から、アンソロジーコミックが6巻と、ザベストが1巻、4コマ漫画が5巻刊行されている。2019年12月5日から15日に、天皇図銀河劇場で、テイルズ・オブ・ザ・ステージ光と影の正義マイナスが、公演、フロンティアワークスより発売。隠し、ダンジョン、ゾーン掲示では、フロア10のボスを初めて倒した時のイベントで、ジュディスの写真が少し映る。 テールズ・オブ・ベスペリア・ザ・ファーストストライクに関するカテゴリーありがとうございます。